どうも、マツケンです。今日はですね、2月最終日ということで、今月の振り返りのコーナーをやっていきたいと思います。その前に、チャンネル登録者数の方が、昨日、1000人超えました。ありがとうございます。長かった。リアルタイムで登録者をこう確認できるサイトがあるんですけど、本当にギリギリの数字だったんで、できれば桁が上がる瞬間を目撃したかったんですけど、運よく見ることができました。まあ、この動画の活動を始めたのが8月だったので、丸7ヶ月かかっております。もう8ヶ月目に入ろうかっていうタイミングで達成することができまして、すごい思い出深い瞬間だったんで、今回は今月の振り返りってことなんで、また別の動画でいろいろ喋りたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。2月の振り返りなんですけれども、1月の振り返りの動画の時言ったんですけど、すごい勢いがこうついてたんですよね。なのでその勢いをしっかり活かすような活動をするということで、今までは土日どちらか1本とか1日おきにっていうペースをやってたんですけども、土日は絶対出すみたいな、週末やっぱ見てくれる人が多いので、週末は必ず出すっていう風なスタンスに変えて、他の日もう丸2日以上開けないようにっていう風な感じでガシガシとやっておりました。この動画を含めると18本更新することができて、1月の振り返り動画で言ってた2月の動画更新目標15本っていうのは一応クリアすることができました。で、15本目の動画を作った時ぐらいに、あ、これ20本いけるんじゃないかっていうところが見えてきて、おっしゃーと思って頑張ろうと思ってた矢先にですね、うちの家族が僕以外ですね、胃腸炎になりまして、もうバイオハザード状態って呼んでるんですけれども、まあとにかく悲惨な状態になりまして、僕は全然どうもないんですけれども、まあ他のメンバーはですね、苦しんでおりました。ちょうどこの1本前に吉田ソースのそぼろ丼の動画出したんですけど、そのそぼろ丼を作ってる時は僕はもう40時間ぐらい起きてる状態で撮ってたので、もう無理やり撮ったのですごい編集が大変でした。全然喋れてなくて、もう目もこんななってるし、次は俺の番かってこう思ってたんですけど、僕の体調不良はもう寝たら治ったんで、ただの寝不足で、はい、終わりました。胃腸炎流行ってるみたいなんで、皆様もお気をつけください。2月の反省点なんですけど、もうほとんど1月と同じで、動画のバリエーションが全然出せなかったんですよね。ダンス動画解禁するとか、掃除動画するとか、ガジェット動画するとかって言ってたけど、結局ほぼほぼコストコ関連の動画に終わってしまったと。まあそれは全然楽しかったんですけど、まあ結果としてこう、偏ってしまったのが自分的には残念だったんで、まあ3月こそは、はい、ちょいちょい、出していきたいなと思います。まあ、2月はコストコ系の動画も多かったんですけど、特にご飯系の動画が多くてですね、ご飯系って言っても本当簡単な、本当スーパー簡単なものしか出してなくて、なんか申し訳ないんですけれども、まだがっつり肉を使った動画っていうのが、出してないんで、そろそろそのお肉も解禁しようかなと。ガーってこう、肉焼いてガーって食べるやつ、ちょっとやってみたいなって思っております。で、この2月作った動画の中で、個人的に好きな動画3つあげたいと思います。まず1本目がこちら、外ラーメンの動画です。僕のチャンネルで初めてゲストが登場した回なんですけれども、やっぱね、一人で外で食べてる時よりも、全然楽しいんですよね、人がいるだけで。同じもの食べても、美味しいっていうのと、これ美味しいよねっていうやりとり。ね、これすごい大事だなと。思いました。それ以来外ご飯行けてないんで、また2回目のゲスト登場してもらおうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。今ですね、ゲストの方にちょっと確認してるんですけど、前回できなかったホットサンドがいいか、またはご飯炊いて肉焼いてガーって食べるのどっちがいいか、今聞いておりますので、返答を待ちたいと思います。2本目の動画がこちらです。森藩の抹茶オレのレビュー動画なんですけれども、前半部分ですね、僕の日常というか、この間の週末にあったダンスイベントにこう引率してきたんですけれども、その時の一日の流れみたいな感じのこうまとめてみたんですけど、いつもこう商品出して、はい、こんなんですっていう動画ばっかりだったんで、まあたまにはいいかなと思って作ってみました。歩きの動画はこのオズモポケットで、撮影しておりまして、やっぱりね、
便利だなって思いながら使っておりました。全然レビュー動画出せてませんけれども、新しくこのカバー買ったりとか、そろそろがっつりレビュー動画作りたいと思います。すごい気に入っております。で、3本目の動画がこちらですね。動画コンテストに応募した時の作品なんですけど、行ってみたくなる動画っていうお題で、1分の尺で作ってくださいっていう内容だったんですけれども、僕が使ったテーマは、次男が出産する時の2ヶ月ぐらい前にお腹にペイントをして、こう安産祈願するみたいな、マタニティペイントっていうのをやったんですよね。で、長男の時もやりまして、また次男の時もしに行ったよということで、撮影させてもらってたものをこう引っ張り出したっていう形になるんですけれども、1分っていう短い時間でこう作品を作るっていうのはすごい大変で、すっごい難しかったんですけど、まあやってみてよかったなっていうことで、はい、結果はこう何の賞にもかすらず滑っちゃったんですけど、こういう経験ってめったにできないんで、すごい参加してよかったなと思ってます。3月の目標なんですけれども、2月以上に絶対忙しくなるんで、ただそれに負けないように、その忙しさに流されないように、まあ動画はしっかり作っていきたいなと思います。本数で言うと15本かな、やっぱここは確実に最低でもクリアしたいなと。動画1本出して丸2日空いちゃうとすごいやっぱ再生数って落ちちゃうんで、2月の勢いを殺さないようにしっかり活かしてね、いきたいなと思っております。やっぱ見てくれる方が多くなる週末はこうポンポンと続けて出したいですし、あと更新時間ですよね。このチャンネルでの話なんですけど、やっぱなんか午前中に出した時の動画の方がより見てくれる方が多いのかなっていう感じですね。朝7時に出す動画と夜11時半頃に出す動画ってやっぱ全然結果が違ってくるんですよね。できるだけ午前中に出したいっていうのがあるんで、何本その午前中に出せるかっていうのもちゃんと記録して頑張っていこうかなと思います。気持ち的には午前中に出した方がその日の夜寝るまですごい気分がいいんですよね。すっきりした気持ちで過ごせるので、なのでできれば午前中更新をこう継続できるように頑張っていきたいなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければですね、グッドボタンとチャンネル登録の方ぜひお願いします。それでは2月ありがとうございました。シュッ。うちのダンス教室が始まって丸7年経ってるんですけど、で昨日がですね、最初から習ってくれてる生徒が、まあ、卒業っていう形で、こういうプレゼントをいただきまして、はい、ありがとうございます。これがその保護者の方が作ってくださったあのパネルなんですけれども、イベントに出た時の写真とかこうまとめてもらってるんですけれども、すごい10代の7年間ってすごいなってやっぱ思いますよね。僕は痩せたのかな。ありがとうございます。